ヴァイオレット・エヴァーガーデンは、数々の名作を世に送り出した京都アニメーションが誇る心を震わす感動作です。ここでは、ヴァイオレット・エヴァーガーデンに登場する数々の名言を振り返りながら、一緒に英語を学びましょう。今回は、愛してるを知りたいのです、をお届けします。主人公、ヴァイオレット・エヴァーガーデンは、大戦中、戦うことしか知らない武器、心を持たない道具として恐れられた少女兵でした。最終決戦の前夜、ヴァイオレットの上官、ギルベルト少佐は、親友のホッチンズに、自分に何かあったときは、ヴァイオレットのことをよろしく頼む、と託します。戦後、ホッチンズは、自分の会社、CH 郵便社で、ヴァイオレットを働かせることにしました。はじめ、ヴァイオレットは、郵便配達の仕事を手伝います。ある日、手紙の代筆サービスを行う自動手記人形のカトレアが依頼人の手紙を代筆しているとき、愛してると囁きます。その言葉に反応したヴァイオレットは、愛してるがなぜわかるのですか?と質問します。そしてホッチンズに、自動手記人形の仕事がしたいと懇願するのです。なぜ自動手記人形の仕事がしたいのか?理由を尋ねたホッチンズに、ヴァイオレットがこう答えます。知りたいのです。愛してるを知りたいのです。これは英語字幕では、次のように訳されています。I want to know. I love you. I want to know what it means.そして英語音声では次のように表現されています。I just want to know. I love you. What does it mean? 最後の戦闘で瀕死の重傷を負ったギルベルト少佐は、心から愛してる、とヴァイオレットに伝えます。ですが、戦うことしか知らずに生きてきたヴァイオレットは、愛してるの意味を理解することができませんでした。ギルベルト少佐が最後に残してくれた言葉の意味を知りたい。気持ちを知りたい。その思いから、彼女の中に自動手記人形になりたいという気持ちが生まれたのでした。これは、ヴァイオレットが新たな人生の第一歩を踏み出したということを意味しています。ギルベルト少佐の命令にただ従っていた彼女が、初めて自分の意思を主張した。She had always just followed Gilbert's orders in the past. That was the first time she asserted her will. 心を持たない道具と言われた彼女が、愛してるを知りたいと言った。Everyone said she didn't have a heart, and that she was a tool.But she said, I want to know what I love you means. ヴァイオレットの切実な思いを受け取ったホッチンズは、彼女が自動手記人形になることを認めます。ここから、ヴァイオレットが愛してるの意味を探し求める旅が始まりました。そして愛してるという言葉は、ヴァイオレットが生きるための道しるべになっていくのです。今回は、愛してるを知りたいのです、をお届けしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もお楽しみに。またお会いしましょう。